こんにちは、チョコバナです。今日はですね、こちら、黒ビスなんですけれども、中にドラッグストアの購入品が入っております。こちらを紹介していきたいと思います。まあ、今回は日常使いしていたものでなくなっていたものプラス、ダイエット系のものプラス、気になってたコスメを買ってきたので、そちらを紹介していきたいと思います。このビスの袋、ちなみにこちらを買いました。ででん。ちょっと前に買ったやつなんだけど、動画できるのは多分初めてだと思います。これ可愛くない？めっちゃ。ここまでね、原色のオレンジのパーカー久しぶりに着てるので、新鮮なのではないでしょうか。ちょっと古着感もあるよね、このカラー的に。で、フードにこの紐がついてないのが私結構好きで、ついてても取っちゃったりするんですけど、これはもともとついてないやつで、フードがありましてっていう感じです。開けてきますじゃあまずはリピ買いしたもの、じゃじゃん、アンドハニーでございます。もうシャンプーはずっとこれを使ってます。もともと髪の毛が急激な変化に耐えられるシャンプーっていうのがサロンシャンプーばっかりだったんですけど、サロンシャンプーってなんせ高いんだよね。3000円とか4000円とか5000円とかするんですけど、これはね、この詰め替えタイプが1000円で、ボトルで入ってても多分1400円ぐらいなので、コスパがマジでいい。今まで使ってきたこういうドラッグストアとかで買えるシャンプーの中で一番こう潤った感じが分かるものになってたので、これを愛用してます。 1.0、2.0 って書いてあるんですけど、 1.0 がシャンプー、 2.0 がヘアトリートメントで、 1.5 っていうなんかこうトリートメントもあって、この間につけて1分間放置して、その上からトリートメントつけて終わりみたいなやつもあるんですよ。あとね、ヘアオイルとかも売ってるので、このライン使いするとかなり髪の毛しっとりするんじゃないかなと思います。だからパサつき気になる人にはすごくおすすめです。逆に自分結構こうすぐベタっとしちゃうんだよなみたいな、髪の毛のボリュームがそんななくって結構ペタペタしちゃうんだよなって人はちょっとあれかもしれないんだけど、私はこう髪にねもう栄養が全くない状態なのですごく重宝してます。あ、これもね、特に理由はないんですけど、これエピカっていうコンタクト洗浄液です。これもうなくなったから買ったっていうだけですね。カラコンってシュワシュワするコンタクト洗浄液がなんかあんま良くないって聞いたからずっとこれ使ってます。一番安いからね。あとね、ババン、クリニカのフロスでございます。フロスっていうのは聞いたことある人は多いと思うんですけど、使ったことある人は少ないかもしれないんだけど、まあこう紐みたいなのが入ってて、こうビーって伸ばして歯の隙間変えて掃除するやつです。私乳歯なんですよ、歯がほぼ人以上にね歯を大切にしなきゃいけないわけ。今までこの紐のやつじゃなくて、もうフロスがこうついてる棒みたいなやつでこうやってやってたんだけど、なんかこれもいいって聞いたからちょっとこれでやってみようと思って買ってきました。まあこの歯間、歯と歯の間の汚れだったりもしっかり取ってくれるし、まあ歯ブラシだけだとね取りきれないものって結構、まあ、あると思うので、口は清潔にしといた方がいいっていうのと、なんかうちのじいちゃん歯全部ないんで、歯はなりたくないなと思いまして、じいちゃんにはなりたくないということでこうやって歯をきれいにしていきたいと思います。なんか白くなるって人もいるんだよね、歯が。これでしっかりやっていくとその効果も期待しつつやっていきたいと思います。大人の歯がね奥にこう生えてきてないのよ。私前歯ら辺は結構生え変わったんだけど、奥ほぼ乳歯なので根っこがないのよ。この上に生えてたやつってこの下から生えてくる歯があるっていう前提で生えてきてる歯だから、根っこがそんななくてこう短い根っこなんですよ。でこっちの歯にはちゃんと根が生えてて根っこごとこう生えてるって感じなんだけど、この歯で生きてるもんだから根っこが全然なくて、虫歯じゃないのにね歯が痛くなったりするの困ったもんなんよね。本当にね、すごい歯磨きもね、その歯医者でその事実を知ってからしっかり入念に本当この歯が抜けたらもう何もないという気持ちでずっとこうしてるんだけど、それでもちょっと心配だったんでフロス買ってきました。で次、これもリピ買いしたやつなんですけど、ドゥドゥン、マジョマジョのハニーポンプリップエッセンスです。今まで使ってたのがね、なんだっけな、インスタにも載せたんですけど、ナチュラルハニーリップカントリー&ストリームっていうとこのリップなんですけど、これがねすごい私好きで使ってたわけですよ。でそれ探したんだけど、その近所のドラッグストアになかったので、これもね結構好きで使ってたやつだったのでこっちを買ってきました。これはもう色付きとかでもなんでもないんだけど、すっごいね甘い香りがしていい匂いするの。これ中高生ぐらいの時から使ってるんだけどさ、めっちゃいい匂いするのね。この匂いがすごく大好き。私学生の時はこれの色付きしか使ったことなかったのね。グロスしか使ったことなかったんですけど、これはねリスナーさんにいただいた時から結構虜になって何本か使ってます。多分4本目ぐらいのやつです。パッケージもすごい可愛いんですよね。さすがマジョマジョっていう感じで、結構もっちりしたテクスチャーなのですごくリップが潤います。
で寝る前につけて寝てるって感じかな。お値段は私がさっきずっと使ってるって言ってたやつとそんな変わんないんですけど、内容量としては多分こっちの方がちょっと少ないかなって感じ。でも香りはこっちの方が私は好きです。そのマジョマジョコーナーに一緒に売ってたこれでミルキーラッピングファンデっていうものになるんですけれども、02番ベージュを買ってきました。で SPF30PA が3プラス入っててファンデーションになります。でこれ今使ってるんですけど、下地も塗らずに塗ったんだけど、リキッドファンデーションって塗り心地っていうのかながあんま得意じゃなくって、最近はずっとクッションファンデーション使ってたんですけど、これはテスター使った感じこう塗った後サラッとする感じだったので買ったんですよ。実際使った感じもすごいサラッとしたし、毛穴がいい感じに隠れてくれる、赤みとかが完全に消えるってわけではないんですけど、毛穴が綺麗になった気がするので、下地もなしでここまで毛穴が隠れてくれるんだったらちょっと動画撮る時に使いたいなと思ってこれを買ってきました。ちなみにこれもパッケージがもう究極に可愛いです。もうこれで私は浜辺美波ちゃんになるぞという気持ちで買ったんですけど、ほんと可愛い、まあ、こんなパケ可愛いのほんとないよね。そしてですね、最後ダイエット系を買ったんですけど、まあ、ダイエット系っていうか私ラジオをねやってるってね結構最近何回も言ってるんですけど、毎週日曜日をあのダイエット報告の会をする日にしようと思いまして、先週かなから始めたんですよ。あのぜひ概要欄から飛んで聞いてほしいんですけど、1ヶ月前ぐらいの動画でダイエット一緒にしましょうみたいな動画を出したんですけど、そっから年末年始くらいまでは結構モチベ保っていけたんですけど、まあ、その後、まあ、あーだこーだありまして、前よりもモチベが保ててない時期があったんですけど、またこのダイエット期が来まして、その時にちょっと小腹が空いた時に食べたいなと思って、まずはこちら、これはさもう定番なんだけど、こんにゃく畑、これが0キロカロリーのやつなんですけど、白桃と巨峰の味が6個ずつ入ってるものを買いました。小さい頃からねこんにゃく畑めっちゃ好きなんですよ。だからあの割と冷蔵庫に入れておきたいタイプなんですけど、今回このカロリーゼロタイプを買いました。美味しいのかなカロリーゼロ。これとあとこれね、多分高校以来かな買ったの、グーピタの豆乳おからビスケット、こっちが抹茶味こっちがショコラ味でございます。高校生の時は私お腹がマジでめちゃめちゃ鳴る人なの、あの授業中とかに本当に教室に響き渡るぐらいでっかいお腹の音を鳴らしまくってたタイプなんですけど、そのお腹がグーグー鳴るのを止めるために食べてたのね。その時はダイエットとかじゃなくて本当お腹が鳴らないでくれって願ってこれ食べてたの。あとねグーピタのねなんかグミみたいなのもあったんだけど、それはなかったんだよね。グミの方はすごい効果が出た、だからグミ探したんだけどなくて、このビスケットを買ってきました。まあ普通のクッキーを食べるよりかいいかなと思って買ったんだけど、こういう感じで中にクッキーが3枚入ってるっぽいんですけど、これが全部食べても51キロカロリー、糖類が 0g、 糖質 7g も入ってるのかこれ。あミスったな、糖類ゼロか、糖質ゼロじゃないわ。まあそんな感じなので糖質ゼロかと思って買ったんですけど、まあ、まあまあまあでもうんいいんじゃないかな。タンパク質も割と入ってるし食物繊維も入ってるので、満腹感も感じられると思うし、お通じも良くなるような気がするので、これはちょっとお供にダイエット頑張ろうかなと思って買ってきてみました。急激に痩せるダイエットは私は何回もやってるんですけど何回も失敗してるので、今回はちょっと長期的に夏ぐらいまでに目標体重達成したいなっていう思いで頑張ろうと思ってるので、ぜひぜひチャンネル登録してね、どんな感じかなって見てもらえたら嬉しいなと思います。というわけで今回購入してきたものはこんな感じでございます。明日ねこのファンデーションを使ったゲットレディウィズミーもあげたいなと思っているので、ぜひぜひこちらの動画も楽しみにしててくれたらなと思います。ただチョコバナーでした。